こんにちは、石川くれんです。今日はですね、ちょっとこんなすっぴんからで大変お面汚し申し訳ございません。 ASMR の以前上げた動画でリクエストのあった毎日メイクを ASMR バージョンで撮っていきたいと思います。今ね、保湿だけ済んでるので、もう早速下地からやっていきます。下地、エチュセのベースエディションスキンベースフォーオイリースキン。これはですね、小鼻周りとか皮脂が分泌しやすい部分だけ部分的に塗っていきます。ちょっとここに鏡があるので、鏡を見ながらメイクしていきます。
そしたら、つついてか。コンシーラーです。これは MAC のスタジオフィックスコンシーラー&コレクトパレットライト。指で塗っていきます。
花の形になってきたらいいなって願いを込めて毎晩眠りにつくんですけど、今のところ叶わないですね。でもメイクでなんとかなるでしょう。音がない。
ますよね。そしたら今塗ったのよりも合わせまめに、何にどれにしよう。私毎日メイクってなくて毎日違うんですよ。もう一息。下まぶたやります。お、足しびれてきた。コンシーラーをつけて、涙袋に塗って涙袋を作ります。これの一番薄い色とピンク混ぜて涙袋に塗ります。目尻のとこ大丈夫かな。これメイク動画として ASMR の動画としてそれぞれ成り立っているのかしら。メイクも下手だし ASMR も下手で本末転倒な動画になっていないかしら。そしたら今ちょっと残ってるので涙袋の線を同じ色を使って描いちゃいます。ちょっとこだわりはないですね。やばい、足がしびれすぎてる。キャンメイクのクリーミータッチライナーの09番、これで
進めないので足のしびれと戦いながら同時進行でお送りしていきます。なんかマスカラはこっちからだけ塗ると思うんですけど、こっちからだけだとこっちに液がついて重たくて下がってくるんですって。だからこっちから塗ったら上からも塗ってあげて、で最後に下から塗ってちょっとキープしてあげてあげると長時間下がってこないまつげになるそうですよ。重さをね、上下でいいバランスにすることで落ちにくいまつげができるそうです。
スカラの液をゴタゴタしないように取ってあげたりとかする時もあります。すごい全然違う。なんかグダグダになっちゃったんですけど、楽しんでもらえる様子がちょっと